どうも MJ です。モッドの紹介をしていきます。で、ご紹介するモッドはですね、アルティメットサンドボックス PS4 っていうモッドになります。こちらのモッドはですね、新たに強力な武器や敵 NPC を召喚することができます武器とグレネード、さらにはクラフト可能な施設の方が追加されるモッドとなっております。で、武器の入手場所やクラフト可能な施設の追加場所としましては、輝きの海にあります忘れられた教会となります。追加されます敵を召喚することができる武器やグレネードに関してなんですが、デスクローグレネードの場合は倒してもデスクローが増殖する形となっておりまして、敵 NPC を召喚できる武器の場合はクリーンとノーマルの2種類のタイプがありまして、クリーンの場合は倒した際の死体が残らないようになっております。あとはですね、ロード順になるんですが、特に指定の方はございませんが、クラフト可能な施設が追加されるようになっておりますので、自分の場合はですね、解体モッドと UCO モッドの間にロード順の方を置いてあります。それではですね、簡単にですが、どのような武器や施設が追加されたかご紹介の方をしていきます。武器の入手場所やクラフト可能な施設はマップで言いますと、輝きの海にあります忘れられた教会となります。現在はですね、輝きの海にあります忘れられた教会の方に来ております。
簡単なご紹介となりましたが、強力な武器や敵 NPC を召喚することができる武器とグレネード、クラフトが可能な施設が追加されるモッドとなっております。とてもユニークなモッドとなっておりますので、またよければご自身の方ででも導入の方をしてみてください。それではですね、今回はアルティメットサンドボックス PS4 っていうモッドの紹介でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。